外部からの侵入の可能性を排除すると、容疑者は3人。管理人さん、桃川莉子、そして花の沢彩香。この中で一番怪しいのは。下がってなさいよ、ヘッポコ探偵。こいつだ、絶対にこいつだ。でもどうやって、なんとか証拠を見つけないと。何よ、そっちこそおとなしくしててください。私の名推理をちゃんと聞いときなさいよ、リコソン君。まずは現場を徹底的に洗い直すわよ。ついてきなさい。私ここに置いといたのよね。うん、わかりました。わかったの？名探偵ですから。推理を聞かせてもらいましょうか。犯人の K は昨夜遅く空腹で目が覚めた。お腹が空いた K は冷蔵庫を開け、ケーキを見つけ、そして食べた。真犯人は K、 つまり萩椿美咲さん、あなたよ。そうなの？話になりませんね。なんでよ。あなたが披露したのはただの憶測です。推理ですらありません。違うっていう証拠あるの？やった証拠があるんですか？クリームついてる。そんな嘘に騙されるか。管理人さん、ずいぶん綺麗に片付いてますよね。ああ、買い出しの日だからね。今朝片付けといたのよ、ご飯の後。その時に誤って処分してしまったのでは？それないかな。勝手に処分したらトラブルになるし。うん。管理人さんは冷蔵庫にあるケーキを見ましたか？箱はあったと思う。箱は見た、うん、しかし中のケーキは見ていない。そういえば朝片付けた時箱結構軽かったかもしれない。今朝の時点で中のケーキはすでになくなっていた。だから何なのよ。ようやく分かってきました。どうやら私はひどい勘違いをしていたようです。誰もケーキを食べてはいなかったのかもしれません。どういうこと？